皆さんこんにちは、ハガです。今ですね、大会シーズン真っ只中なんですけども、先日人間ドックを受けてきました。はい。そしたらですね、その結果がなんかなかなかやばいことを書かれていて、超不安になる内容ばっかだったんで、ちょっとこれはまずいなと思い動画を回しています。はい。というのもですね、私今月8月にですね、31歳になりました。はい。で、30代入ったという節目のタイミングなのと、あとオフシーズンにですね、体重僕だいたい110キロ弱まで、今年は乗せたんですけど、ものすごい息が上がるんですよ。ちょっと小走りしたりするだけでぜー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 言ったり、朝起きて、顔を洗った時に鼻血が出たり、はい、なんていうことがしょっちゅうあったので、これは、体重を増やしすぎたことによる症状なのか、もしくはなんかやばい症状が体出てるんじゃないかとか、いろいろ考えてですね、ゴミ袋先輩からですね、人間ドック行った方がいいんじゃないのということで、減量末期に人間ドック受けてきたんですよ。受けたのが7月13日、ジャパンオープンの1ヶ月前だったんですけど、はい。で、それがようやく、結果が家に届きましたので、ちょっと皆さんに共有したいなと思います。はい。最初1ページ目開くとですね、視力とか身体測定とか、肝機能とかいうとこ項目に英語が書かれているんですけど、A が異常なし、B が軽度異常、C が要経過観察、D1 要治療、D2、要精密検査、E 治療中ということで、パッと見渡した時に赤い英語が書かれている欄があるんですね。で、基本的には僕、健康らしいんだけど、ちょっとこの D2 って書かれたやつ、ちょっとこれやべえなと思って、 D2 ってのはもう要精密検査って書かれてるんで、絶対精密検査受けろよという病院側からの指示がこれ来てるんですけど、まず D2 って書かれているやつが脂質、あと肝機能と腎機能、この3つなんですけど、脂質と言われてもどういうこっちゃということなので、僕ちょっと調べてみたんですよ。はい。まず人間ドックにおける脂質の D2 とはどういうことなのかというと、ググったんですけど、脂質異常症は将来的に、動脈硬化や心筋梗塞などの心血管疾患に、関わるため、症状がない場合は一般的な内科を受診します。すでに進行が見られていて心血管疾患の疑いがある場合は循環器内科や血管外科が専門医ですということで、この脂質っていうのはどういうことかというと、脂質過去コレステロールで異常が見つかった場合は基本的に血液検査が必要になりますと。コレステロール値が高いっていうことですね。コレステロール値が高いっていうことは脂質の取りすぎとか卵食べすぎとかそういうことなんじゃないかなと思うんですけど、コレステロールがね、悪というのはですね、ちょっと古いですね。コレステロールがないとテストステロンが作られないし、コレステロールがあるからこそ生成されるホルモンが、だったり有益なやつがたくさんあるんですよ。だからこれはあんま気にしなくていいのかなということで、次肝機能ですね。肝機能 D2 と書かれています。これも僕調べました。この肝機能のはどういうことかっていうと、人間ドックの肝機能検査で D 判定が出た場合、基準値を超えた異常な数値が出たため、さらに精密な検査を受け、場合によっては治療が必要かもしれないという症状を示しますと。で、肝機能に異常が生じる原因としては、肝炎ウイルスの感染やアルコール、肥満、薬物などがあります。肝臓は大きな病気にかかっていても自覚症状が気づきにくい傾向があるので、ちゃんと病院行った方がいいよと。肝機能をいたわるためにお酒の飲みすぎに注意したり、高脂質な食事を避けたり、運動習慣を身につけたり、ストレスや疲れをためないようにするなどの生活習慣にも気をつけましょうと。肝機能が異常だと言われる原因として肝炎ウイルスだったり、アルコール、肥満、薬物などがあるって書いてあるんですけど、まずアルコールはないじゃん。
僕も最近ほとんど飲んでないんで、調整入った今年の3月からもほぼ飲んでないですよ、お酒。でアルコールはないと。肥満、まあこれ絶対ありえないじゃないですか。体重は重いけど肥満ではない。薬物、まあ薬物ってすごい大まかに言ってるけど、まあ、薬物もありえない。だから肝炎ウイルスの感染っていうのが僕はとしては考えられるんじゃないかなと。予防策としてお酒の飲みすぎに注意したり、これ完璧。高脂質な食事を避けたり、これも完璧。運動習慣を身につけたり、これも完璧。ストレスや疲れをためないように、まあ確かにトレーニングのストレスだったり、まあ疲れっていうのは自分では自覚者はしていないけども、もしかしたらトレーニングのやりすぎ、疲労で肝機能に異常が来ているのかもしれないね。なんで、まあ、肝炎ウイルスの感染はちょっと可能性はあるかもしれないけど、トレーニングを、まあ、ちょっと緩やかにしたりすれば、まあ、この肝機能の、数値も良くなるんじゃないかなと思いますね。次に腎機能 D2 と僕判定もらいました。腎機能怖いですよね、まあ、腎臓に関することなんじゃないかなと思うんですけど、調べてみると結構恐ろしいこと書いてあって、人間ドックなどで腎機能に異常があると指摘された場合は腎臓内科や内科に相談しましょう。ちょっとここに書いてある英語がわからないんだけど、 EGFR が 10mg 分のなんか 1.73m2 未満になるとってちょっとよくわからないんだけど、透析や腎臓移植などの治療が必要になる可能性がありますと。だから僕はそういう可能性があるっていうふうに書かれている。はい。で、また血液検査でクレアチニン値が高い場合も腎臓の異常を示す可能性があります。クレアチニンとは体が作り出したゴミで、腎臓が浄化しきれず体にとどまると値が高くなります。クレアチニン値が高いほど腎臓が悪いということになります。ただし筋肉の多い人は同じ腎機能でもクレアチニン値が高くなる傾向がありますと。で、腎機能の低下を抑えるためにはタンパク質を制限することも効果的です。タンパク質は取りすぎないように注意しましょうと。僕減量を始めてからですね、かれこれもう半年ぐらいあるんですけど、そんなタンパク質取ってないんですよ。たかだか半年間ぐらいタンパク質の量を抑えたからといってこの腎機能の数値が良くなるとは僕は分かんないけど、この半年間ぐらいは減量メニュー用のタンパク質の量なんでそこまで多くないはずなんですよ。だからタンパク質の取りすぎでこの腎臓の機能が弱まってるっていうのはちょっと考えづらいんじゃないかなと思っていて、あとオフシーズンもタンパク質はたくさん取るんですけど、そんなに腎外なほど取ってないんですよ。言うたってその300ぐらい、400とか500とか取ってないんで、まあそんな、異常なほど、一般的な人から見ると多いかもしれないけど、まあ、トレーニングしてる人からするとそんな馬鹿げた量は取ってないんで、まあ、これも多分筋肉があるからなんかこういうちょっと異常な数値がでかくなってんじゃないかなとか、そういう異常な数値が出てんじゃないかなって思うんですよね。詳しい方いますか？コメントをお願いします。という感じで、まあ、今回の人間ドックで特にやばいこの3項目に関してバンバンバンと行ってみたんですけど、お医者さんに聞くのがもちろん一番なんだけど、これに詳しい方もしねいたらコメントもぜひお聞かせ願いたい。かなり不安を煽られるような内容になるようなかもしれないんだけど、まあ、健康あってのボディービル筋トレだし、本当に体が資本なんで、体の異常っていうのはもういち早く見つけて対処していきたいなと思っていて、やっぱ30歳超えてから20代の頃感じていなかった、細かな怪我だったり痛みを感じることがすごく多くなってきて、やっぱデッドリフトでさ、なんかぎっくり腰とかヘルニアとかさ、最初意味不明だったんですよ。だけど最近ね、やっぱりデッドリフトでその腰を言わすっていうことがちょこちょこ出てるんですよね。そこで痛くなっては鍼灸師の鶴見さんを呼んで治療していただいてるんですけど、いつまでも若くないのかなとか、まあ、まだまだ僕31だから全然若い方だし、僕も気持ち的にはもう全然まだまだ若手のつもりでやってるんですけど、やっぱり少しずつ年を重ねていくいってんなってのは感じますよね。今20歳そこそこの子だったり25歳とか20代中盤とか
あと、まあ、もちろんだけど10代の子とか見るとさ、幼いなって思うんですよ。25歳当時の僕は、わー、アラサーになった、いやーとかさ、その SNS で書いてたりしたんだけど、やっぱ一つ、少しずつ年重ねてるんだなってのを最近感じますね。はい。で、次のページ。身長とか、体重測りました。身長が 179.1 センチ、体重が、ジャパンオープン1ヶ月前で、まあ、96.8キロということで、身長僕178だと思ってたんですけど、なんか伸びましたね。6ミリとか7ミリぐらい。今まで身長はって聞かれたら178ですって僕答えてたんですけど、この日を境に179ですって言うようになりました。で、体重が 96.8キロということで、 BMI 30.2、 肥満って書かれるよね。まあこれはもう筋トレにあるあるなんですけど、僕の身長での適正体重が 70.6キロっていうことで、もし僕が筋トレをしていなかったら、まあこれくらいの体重がベストなのかなっていうところですかね。 30.2、 まあこれも身長と体重からするとこう出るよね。ちなみに僕オフシーズン110キロぐらいあるんですけど、そんで BMI が34って出ます。肥満って書かれてますね。視力は右 1.0、 左 1.2、 まあこのメガネをかけての数値なんで、これはまあ問題ない。裸眼だと僕 0.02 とか 0.03 でほぼ見えないです。それ以外の血圧とかも特に問題ない。聴覚も問題ないですね。僕尿検査もしました。はい。で、尿検査といえば中学校とか小学校の時にやって、なんかあるじゃないですか、プラスのマークだったっけなが出ると、まあ、なんか呼び出しされて、なんかいろいろ事情を聞かれたりするんですけど、尿検査の前はしこっちゃダメってよく言うじゃないですか。僕減量どんだけ末期でも1日2回は抜くんですよ。もう頭ぐるぐるしちゃって、尿検査終わるまでしこんの我慢しなきゃって頭ぐる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 して、人間ドックの当日の朝おしっこ取ったんですよ。その後もう抜いちゃダメだと思ってて、もう頭ぐるぐるしちゃって、尿検査当日オナニーみたいな風に調べて、そしたらね、尿検査のためのおしっこを出した後は抜いていいということが、判明したので、速攻で抜きました。はいはい。で、その結果、尿検査の結果は正常と A 判定ということで、ありがとうございます。で、あと内視鏡検査もしたんですよ。内視鏡検査でなんか B って書かれてるんですけど、なんかポリープっていうものが見つかったんですけど、これは問題のないポリープだねみたいな感じに言われて、まあこれは特に気にする必要はないねっていうことをお医者様からその日聞いたんですよ。ポリープがあったっていうことで、まあ、ポリープが何なのか分かんないんだけど、まあポリープがあったからとりあえず B 判定かなみたいな感じで B 判定になってると思うんですよね。はい。で、内視鏡検査ってさ、めちゃくちゃきついんですよ。だけど、じいさんばあさんたちがみんなやるじゃないですか。なのに、俺ができないわけないと思って、もうこれくらいの管をさ、もう喉の奥にこうやって入れてさ、お腹をこうやってたくさん見るんだけど、ゲホゲホしちゃって、でもじいさんばあさんたちがもうみんなやってんだから、俺ができないわけないんだよ、ありえないんだよって言い聞かせながらやってたんですけど、話によると、内視鏡検査って若い人の方がきついらしいんですよね。年を重ねていくとともに、なんかそういう喉の反射機能、なんか異物が出たらおえって出すような機能が弱まってくるんですって。だからじいさんばあさんたちはそういうおえってなんないで、何事もないかのように内視鏡検査できんだけど、僕ね、まあまだまだ若いんで、もうゲホゲホしちゃって、もう大変でした。はい。で、当日ですね、その日のうちに、まあ、簡単な結果っていうのは分かるんですよ。で、その検査を担当してくれた、まあ、お医者さん曰く、なんでこんなに若いのに人間ドックなんて受けたんですかみたいな。普通なんか人間ドックもっと年いった人しかやらないのに、なんかすごい珍しいですねみたいな。で、まあ、パッと審査結果を見た時に、まあ、特に異常はないっていうふうに言われていたんですけど、医師からのコメントっていう欄を見たらですね、臓器がでかい印象って書かれてて、そこ面白かったですね。臓器がでかいみたいです。まあ幼少期にすんごい毎食毎食おえつするまで僕ご飯食べてたんで、臓器がでかくなっちゃったんですね。
はい、正直な話もう直近5年ぐらいは来なくていいんじゃないみたいなことを聞いたんですよ、お医者様からは。だけどこうやってなんか結果が細かく出てくるとなんか恐ろしいことが書かれているので、ちょっとお医者さんに聞かなきゃいけないなっていうところですね。ということで今回は人間ドック受けてきたんですけど、僕が受けたコースがガンドック、まあ、基本的な人間ドックですね。まあでかい病院でやると5万から10万円ぐらいするのかな。で僕はとりあえず初めましてなんで、まあ、5万円ぐらいのコースを受けたんですけど、まあ、時間的には2時間ぐらいでスムーズにいけば終われるんですよ。で僕も2時間ぐらいで終わったんですけど、やっぱね受けてみなきゃ分かんないこととかたくさんあるし、トレーニングしてる人ってもうこうなっちゃうと、もう本当にフィットネス、健康とはかけ離れたような食事だったり節制しちゃうじゃないですか、しがちじゃないですか。やっぱりフィットネスだから本来はそうあるべきではないんですよ。極端な調整とかしなくたって体は作れるし、ボディービルでいい成績を残すこともできるはずなんですよ。だからこういうふうにのめり込んじゃってる人はちょっと客観視して、健康があってのトレーニング、体作りなんで、人生やっぱ楽しいこといろいろしたいじゃないですか。やっぱ健康があってこそのそういう楽しいアクティビティがあると思うので、まずは健康です。健康、もう何度も言うけど健康。ここ直近でね、まあ僕の知り合いの方がね、まあ 3,4 人は亡くなってるんですよ。だから本当に健康であることのありがたみっていうのは失ってから気づくので、僕はもう本当に食べる時ね、食事する時も常々ね、もう神様に祈ってから食べるようにしてるんですよ。はい、まあ、なんで皆さんもね、人間ドック、まあ、ちょっと高いけどやっぱやる価値はあると思うので、30代入ったらやっぱ1回は受けて、毎年受けてたら大変なんで、数年に1回とかちゃんと定期的に検査しておくのが本当に大切かなと思いますので、まあそういう注意喚起の動画でもあります。僕もねちょっといろんなこと書かれてたんで、ちょっと皆さんのコメントでいろんなこと教えてください。はい、じゃあ今日はこんな感じかな。僕も健康に対して気をつけます。はい、ありがとうございました。